西大寺は、岡山県岡山市東区西大寺にある寺。三号は、金領山。本坊は、観音院。観音院は、高野山真言宗別格本山の寺院。本尊は、千手観世音菩薩。中国三十三観音霊場第一番札書。百八観音霊場では、第一番、第二番札書である。日本三大記載の一つとも言われる。 会議が有名である。自伝によれば、751年、諏王国久賀省に住んでいた藤原美名足姫が、金岡号に観音像を安置したことに始まり、777年安、高氏が現在地に道を混流したとされる。もともとは、祭の角をいただき、沈めた地に混流したことから、祭大事と称したが、後に、後鳥羽上皇の祈願文から、 最大寺に改称したとされる。1五百七年の金陵山古本演技によれば、二百九十九年に道運を消失した記録の中に、本堂、常雪堂、三重堂、主郎、共造、二王門等を構えていたことが記されており、すでに地方屈指の大事であったものと見られる。微前国の要項として栄えた吉井川の河口に位置していたことから、庶民信仰を集め、 現在の海兵衛とつながっている。本堂に集う裸の男衆宝木が投下される本堂内では裸の男衆が押し合い、男衆の体温で湯気が上がっている。旧暦1月に行われる新年の祈祷である中正会は東大寺両弁僧正の皇帝、実中が創始したものであり、最大寺には海山の安高氏が伝え、 毎年旧正月元日から十四日間行われていた。最大時の修士会が現在のように裸に回しを締めた男衆が宝木を奪い合う姿になったのは1510年僧侶の正し屋が修正会の決願の日に守護札を所望し殺到する三景者の頭上に投与し三景者が体の自由を守るために裸になって守護札を奪い合ったことに始まるとされる。 現在、日本三大記載の一つに数えられる、会日は、毎年2月の第3土曜日に開催される。新時は3週間前から始まり、当日投げ込まれる宝木の材料を、女法事務領主院に受け取りに行く、宝木取り、その翌日の宝木削りを経て、14日前からの終始会の、祈祷が行われる。会日当日の夜になると、 回し姿の裸の男衆が、和書、和書の掛け声と共に集まり、牛玉初代権限の裸の守護神を参詣した後、本堂西の四本柱をくぐり、本堂に向かう。そして、十四日間の衆字会の祈祷が決断した深夜に、本堂の五福窓から、裸の男衆の頭上に甲を抱きしめられた二本一、タの宝木がそれぞれ、牛玉神に包んで投下される。 そしてこの争奪戦を制して日本いずれかの宝木を手にし、二王門の外に出た者がその年の福王になる。鳥主は主催者である岡山商工会議所の最大実施所内に特設された仮安置場へ宝木を持ち込んで、申告、鑑定を受けてその宝木が正当なものであれば、福王として認められ、その後宝木をその年の祝い主へ持ち込んで祝福を、受け表彰状を授与される。 持ち込まれた宝木はそれから約一年、祝い主により祀られるならわしである。会議には、中学生以上の男性で、入れず飲酒をしていなければ、誰でも参加することができる。ただし、事前に主催者である最大時間の音符及び、最大次回非放散会に参加申し込みをした上で、回しを購入し、身につけているメガネや貴金属などをすべて外す必要がある。 2009年までは宝木の10日は午前0時に行われていたが、回避500周年を迎えた2010年からは午後10時ちょうどに変更された。会避の本祭りへの参加者は事実上少年の男性に限定されるが、現在では小学生以下が参加する少年裸祭りも行われている。また、4人近世とのイメージがあるが、祭りの開始を告げる。 海洋大子の打ち手は、全員女性であり、海日当日の午後7時ごろ、白衣をまとった女性の一団が、境内のこり取り場で冷水に入り対岸上司を、念じて、水ごりをし、男衆による裸祭りに祈りを捧げる役割を、担っている。朝鮮省江戸時代からの名物見上げ、笹の葉の形状の平たいせんべいで、牡蠣の菓子店で販売している。海日とは 高野山新言宗別格本山、最大寺宝木の賞金のスポンサー。現在は、個人ではなく、企業や団体が、祝い主となるケースが少なくない。なお、この祝い主は、通常2本それぞれを別の個人、企業、団体が引き受けるが、61年に1回、総宝木と呼ばれ2本の宝木を共に同じ、祝い主が引き受ける慣習がある。 RSS 両備システムサービス両備内グループが、祝い主になり、最大次官用に参加。会議参加注意事項高野山新音集、別格本山、最大次文化遺産オンライン、坪田良平、新帝本省と古文化、P291 岡山県ホームページ令和、元年9月10日、文部科学省国時代65平成28年3月2日、 文部科学省国時代40号、ありがとうございます。